カールフリードリヒレッシングは19世紀のドイツの画家である。デュッセルドルフ派と呼ばれる、デュッセルドルフ美術アカデミーで活動した画家たちを代表する一人である。歴史画や風景画を描いた。ブラスローに生まれた。同名の父親はワルシャワの検事総長を務めた人物で、父親の王子、ゴットホルトエフライムレッシングはドイツ啓蒙思想の有名な人物である。 弟に植物学者となったクリスティアン・フリードリヒ・レッシングがいる。14歳でベルリンに出て建築を学んだ後、画家になる道を選び、1823年から3年間、プロイセン美術アカデミーで歴史画家のデーリングに学んだ。当時有名であったドイツのロマン主義の画家、カスパー・ダービト・フリードリヒの影響を受けて幻想的な風景画や歴史画を描いた。 1826年にフリードリッヒビルヘルム・フォン・シャドウがデュッセルドルフ美術アカデミーの校長に任じられたとき、シャドウと共にデュッセルドルフに移った一人でデュッセルドルフ派の形成に貢献した。1858年にカールスルーエ州立美術館の館長に任じられた。ありがとうございます。